き指が起こっている関節のところが少し曲がるように屈曲できるようになってきます。動くようになってきます。指が動かしにくい患者さんにも効果的ですので試してみてください。はい、こんにちは、ゴッド&通信の関野です。今回は月指に効果的な整体法を紹介します。月指に限らずバネ指とかの指が動かしにくい患者さんにも効果的ですので試してみてください。やり方自体は簡単です。一般の方でもできるように解説していきますので最後まで動画を見てください。はい、そんなわけで月指に効果的な整体法のスタートです。はい、まずですね、月指についての話をしていきたいと思います。まあ、整体の範囲なのか病院に行った方がいいのか、そんな話をしますので最後まで聞いてください。そもそも月指っていうのはね、スポーツとか、まあ、特にねボールを使った競技などで起こりやすい怪我のことですよね。まあ、指に対してまっすぐの方向に、まあ、過度の衝撃が加わってね、指の関節、腱、靭帯、骨などが痛くなります。内出血が、ね、ある場合は骨折の可能性があるので、まあ、僕は施術をせずに一度病院に行ってもらうようにしています。腫れている程度であれば、まあ、無理のない範囲で施術をします。まあ、結果で、ね、内出血の有無で決めているってことですよね。なので先生も自分で施術の範囲の基準ね作ってくださいね。あと腫れていたり患部に熱がある場合は必ず冷やすように指示を出しています。あとね、引っ張ると治るみたいなね情報もありますけど、僕は過度に引っ張ると逆効果だと考えているので、まあ、患者さんにもそうしないように指示を出しています。まあ、放っておいてもね、痛みっていうのはいずれなくなるでしょうが、指が変形したりとかね、曲がりにくいままになる可能性があるので、施術は絶対にやった方がいいです。やった方がね、治り早くなったりしますからね。はい、そんなわけでね、早速やり方を紹介していきましょう。はい、それでは、月指に効果的な整体法を紹介していきます。はい、でですね、まあ、今回ね、このモデルさん協力いただいてるんですけれども、別に月指ではありませんので、指曲がりますよね。はい、曲がります。はい、だからね、今回ビフォーアフターという形では取れないんですけれども、まあ、月指の患者さんがいるのであれば、指を曲げてどこで痛いのかとかね、っていうところで聞いていただければいいかな。まあ、バネ指とかね、まあ、そういった方もいると思うんですけれども、まあ、どの状態で痛いとか指が引っかかるとか曲げにくいとか、まあ、そういったところを指標にしていただければいいと思います。はい、でそんなわけでやり方を紹介していくんですけど、まあ、今回のやり方ね、ちなみに僕の子供にやったんですよね。子供いてて、学校でねボールぶつかってバスケやってて月指しちゃったみたいな、見てっていう風に見て、やっぱね、こんだけしか曲がんなかったのがその場で曲がるようになったんで、めちゃくちゃ効果あるんで、ちょっと見て真似してくださいね。はい、そしたらやり方を紹介していきます。ちょっと仮にですけれども、一番見やすい中指かな。中指が見やすい、中指、はい、中指が見やすいと思うので、中指をちょっと例にしてやっていきます。で、その月指の場所もね、人によって違うと思うんですけれども、この第一関節のところがなったとしましょう。はい、で、やり方紹介していきますね。なんで第一関節にアプローチすると思ってください。力抜いてて、はい、で、ここがね腫れてたりとか月指曲がりにくかったりっていうことなので、まず僕の場合ですと片方の手で、はい、片方の手でここの骨、この月指の箇所の関節の下の骨ですね、ここを固定します。はい、でここを固定したら反対の手でこの指先、はい、これを人差し指と親指でつまみます。 OK、 ここまで OK。 そしたらここからですよ、ここから指を圧縮かけます。圧縮、圧縮です。圧縮、分かるかな、牽引じゃなくて圧縮です。はい、で、ここに圧縮をかけるんですけど、この関節だけに圧縮をかけたいのでギュッてやる必要ないです。ギュッてやる必要はなくて、ここの関節だけを圧縮、潰すような感じですね。関節の間をこう潰していくようなイメージで圧縮をかけてください。見づらいかな、ちょっと見やすいように、ちょっと見やすいようにやりますね。あ、これで見えるかな。圧縮をかけます。で、圧縮をかけたら今度ですよ、今度側屈をさせます。指を側屈、ごめん、すげえ地味だから分かんねえな、分かんないと思うんですけど、側屈、これ側屈ね。で、この下の方ですね、この2つ目のこの骨を押さえてるところは固定ですからね、固定なので、この上の部分の骨だけを側屈させます。で、この時に
痛みのない方向もしくは動きやすい方向、これを見つけてください、はい、どっちが動きやすいかな、もしくはどっちが痛くないかなですね。患者さんに聞きながら、痛くないですか、痛くないですか、痛くないって言ったら動きやすい方向を見つけてください。で、動きやすい方向を見つけたらそのまま今度回旋します、はい、これも側屈をさせたまま動きやすい方向もしくは痛みのない方向に回旋をさせます。 OK。 で、この2つの、ベクトルを決めていったら、あとは屈曲させるだけです。これも痛みのない方向に対し、痛みのないじゃなくて痛みが出る手前ですね、出ないところまで屈曲をさせます。これでしばらく待つだけです。で、しばらく待っていただいて、そうするとここの関節ですね、突き指が起こっている関節のところが少し曲がるように屈曲できるようになってきます。動くようになってきます。そしたら一旦戻してあげてください。先生が戻す、離す、ここで離すんじゃなくて元の位置に戻してあげる。それで、患者さんに一回チェックで、さっきよりも動くか、さっきよりも曲がったところで痛みが出るかってところですね、はい。まあ、痛みは出るけど曲がりが深くなっていればそれだけで改善してますからね。で、それを繰り返しやっていきます。なのでもう一回お話ししていきますね。で、指先を持つのと次の骨を固定、はい、そしたら圧縮かけます。で、ここの関節だけで圧縮かけたら側屈です。で、動きやすい方向に側屈、そして今度回旋、動きやすい方向に回旋ね。で、そのまま痛みが出る手前のところまで屈曲をかけていきます、はい、だから側屈と、回旋をかけたまま屈曲をさせていく。で、止まるところとか痛みの出る手前のところですね、ここでしばらく待ってください。そうするとズズズズズって動いてくる感じになってくるので、動いてきたら先生がまたニュートラルな位置に戻して離す。これで確認です。で、これを繰り返してやっていくということですね、はい。で、どうしても腫れがある場合とかであれば痛みが残るかもしれません。でも動きやすくなって痛みが出るタイミングが遅くなります。それも効果が出ている状態なので、だからあとは腫れているのであれば冷やして、熱とかね、腫れているのであれば、冷やすように指示を出していくという形です。まあ、これだけでね、治りが早かったりとか、もうそれこそ僕の子供とかだったらその場で指がしっかりと曲がるようになったりしましたので、ぜひやっていただきたいと思います。はい、お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。今回はね、突き指に効果的な整体法になります。まあ、突き指というね、症状でお話ししてはいるんですけれども、指全般の症状には効果があります。特に指を動かしにくいよとね、あとは指をよく使っているよとか、そういう人にやっていただきたいと思います。やり方簡単でしょ。動かし、圧縮かけて動きやすい方向、動きやすい方向にやって屈曲させていくだけです。それで待っていればね、指は動くようになってきますので、ぜひ試してみてください。はい、そんなわけで今回の動画は以上になります。今回の動画が役に立ったという方は高評価ボタンを押していただきたいのと、質問やリクエストがあればぜひコメント欄に記入、あとはチャンネル登録がまだの人はチャンネル登録をお願いいたします。はい、それでは今日の動画は以上になります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。